ではまずはこの方に登場していただきましょう。 SC 相模原望月市議会会長です。皆さん大きな拍手でお迎えください。皆さんこんばんは。SC相模原代表の望月です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで、はい、まあ、僕も今日はね、今日の新体制発表会はしげさん、はい、カジュアルに行こうっていうがテーマですよね。そうですね、堅苦しいことではなくて、はい、選手、クラブが皆さんとちょっと距離感を縮めた、そういった会ができればいいと思ってます。はい、短い時間ですけどよろしくお願いします。よろしくお願いします。なので、今日は選手は一度も後ろのバックヤードには引っ込みません。今から出てきたらもうずっとここにいます。なので皆さんももう参加するように、トークの時でもいろいろガヤで入ってきていただいて構いません。もう今年はより一層10年目から11年目になるのでですね、しげさん、そうですよね、もう改めて選手をより身近に感じていただいて、皆さんの街のヒーローということで親近感を持ってもらえるような、そんなスタートになればいいかなと思っておりますので、ぜひ皆さんどんどんと声を出して、このチームに選手に絡んできていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあということで、しげさん、今から選手が出ておきますけれども、今年の雰囲気をちょっとまず会長から見てどうですか？そうですね、昨シーズン10周年というところで、節目の年になんとかこうタイトルを取りたかったんですけど、まあ、残念ながら、はい、クラブとして苦しい、はい、あと悔しいシーズンでした。皆さんとも、ね、本当にそんなような気分にさせて、大変こう申し訳なく思ってますし、責任も感じてます。で、まあ、それを踏まえて今シーズン11年目、新たに、もう一度サッカーというものをね、見つめ直して、振り返って、どんなメンバーが本当にこの J3 SC 相模原に適しているのかということをしっかりこう考えて補強もし、シーズンもスタートしました。1月22日に、チームの練習が始まって、2月1日から御殿場の方で合宿をやりました。で、昨日終わって今日オフで、まあ、この新体制発表会なんですけど、ここまでは、非常にチーム全体がうまく進んでますし、3月7日の、5シーズン目、 J3 5シーズン目の3月7日の開幕戦には本当にこうピークになるような感じで、今チームを作ってますね。これじゃあ皆さんの代わりにちょっとだけ突っ込んでみますね。毎年チームの雰囲気いいって新体制発表会で聞いてる人いっぱいいると思うんですよ。今年こんなノリで発表会進みますからね。昨シーズンもこのね、くらいに出してもらって、はいはい、今年こそはという話をさせてもらったんですけど、ずっと聞いてます。まあ、今年もあまりこう大きい声では言いたくないんですが、はい、手応えは感じてます。なるほど。いいですよ、サポーターガンガン太鼓叩いていいですから、ここだと思うときはね、よろしくお願いします。さあ、それでは皆さんお待ちかねです。先ほど会長からも話がありました、約1ヶ月後3月9日から始まります2018年明治安田生命の J3 リーグ全32試合を戦い抜きます。監督、そして選手、そしてチームスタッフ、一人ずつお呼びしたいと思います。皆さん後ろの入場口の方にご注目いただければと思います。それでは選手迎えていきましょう。さあ皆さんがバシバシと写真を撮って、皆さんの SNS でこの SC 相模原シーズンに向けて盛り上げていってください。それではご紹介していきましょう。まずは背番号1、ゴールキーパー川口義勝。ディフェンダー背番号2、岩龍平。ディフェンダー背番号3、工藤雄星。
ディフェンダー背番号4、米原優。ディフェンダー背番号5、梅井大輝。ビッグフィルダー背番号6、サムエル・アウベス。ビッグフィルダー背番号7、北井裕貴。ビッグフィルダー背番号8、矢沢達也。フォワード背番号9、ジョン・ガブリエル。ビッグフィルダー背番号10、菊岡拓郎。フォワード背番号13、久保裕一。フォワード背番号14、チッキーニョ。ディフェンダー背番号15、辻尾慎治。ゴールキーパー背番号16、キム・ヒョンソン。ディフェンダー背番号17、穂崎素直。フォワード背番号19、大津陽生。ディフェンダー背番号20、麦倉夏樹。ミッドフィルダー背番号21、徳永雄大。ディフェンダー背番号22、古川雅人。ゴールキーパー背番号23、大畑拓也。ミッドフィルダー背番号24、川戸大輝。ミッドフィルダー背番号25、高畑智也。ディフェンダー背番号26、加納蓮。フォワード背番号27、松木誠也。ゴールキーパー背番号29、田中雄大。ディフェンダー背番号30、山口誠也。ミッドフィルダー背番号38、千秋貴則。そしてチームスタッフは通訳古川博人。ゴールキーパーコーチ渡辺明宏。ヘッドコーチ鷲田正和。そして SC 相模原2018年 C 級を取りますのは監督石ヶ谷隆之。そしてチームスタッフ一堂に会しました。今一度大きな拍手をお送りください。いいですね。去年もちょっと興奮しましたけれども、サポーターのコールに少し鳥肌が立ってしまいました。それではまず監督を務めます石ヶ谷監督から一言ご挨拶をいただきましょう。監督一歩前に出ていただいて、こんばんは。こんばんは。監督、まずは今皆さんの前に立った今の気分から聞かせてください。そうですね、
いよいよまたシーズンが始まるということで、まあ、僕にとってまた新しいチャレンジなので選手とともに成長していきたいと思ってます。相模原のまず声援を初めにいただきましたけども、いかがですか？そうですね、熱い声援を今年もいただけると思うので、長いシーズン本当によろしくお願いします。はい、じゃあ監督とはゆっくり後ほどお話をさせていただきますけれども、まずはメディアの方も来ておりますので、ここで2018年 SC 相模原のシーズンスローガンを発表させていただきます。じゃあガミティに出てきていただいて、ガミティ前に行きましょうか。それでは監督も一歩前に出ていただいて、監督、それでは2018年 SC 相模原のシーズンスローガンを発表してください。はい、それでは発表させていただきます。今シーズンのスローガンはグローアップです。グローアップ。さあここは止まっていきましょう。ガミティ動いちゃダメ。写真の時間です。グローアップというね、横文字が出てきましたけれども、グローアップ to the next 10 years、 次の10年に向けてのグローアップ、まあ訳すると成長するという意味だと思うんですけれども、はい、はい、このについてちょっとし、スローガンについてご説明いただきましょう。はい、文字通り今シーズン選手スタッフ共に成長していく姿をしっかりとサポーターの皆さんに見ていただく、そんなシーズンにしたいなっていうところと、まあ、あとは別の意味で発芽するという意味があって、相模原は創立して10年が経ちました。でその10年かけてかけた種をしっかりとこの次の10年で芽を探していく、発芽していくという意味を込めてこのスローガンにさせていただきました。なるほど、ちょっと緊張気味か硬いですけれども、あんまり振られた方がちょっとここちょっと望月会長にも聞きましょう、はい、グローアップ、次の10年へ To the next 10 years っていう言葉もありますけれども、はい、これはスローガンは監督と一緒に考えられたんですか？監督に任せて、お、はい、ただ本当にこう我々がやるコンセプトというのは、はい、十分監督も理解していると思いますし、はい、本当にこう10年やって、はい、この10年やってきたものを大切にし、お、次の10年に向かって、いろんなことをチャレンジしていこうと、お、そういった思いですね。なるほど、はい、ということでこれはじゃあ監督チーム主導で決めたスローガンなんですか？いや、僕が引き受ける時点で、まあ、相模原という、まあ、チーム自体のその歴史もいろんなことも考えて、次の10年に向けてこういった形でやっていきたいなっていう、また土台作りをもう一度しっかり作ってクラブがもう一つ大きくなっていくための力作りをしっかりしていきたいなと思いました。なるほど、ね、なんかちょっとワクワクしてきますよね。これからの10年は次はどんな歴史を見せてくれるのか、そのスタートイヤーでもあります。今年の SC 相模原11年目のシーズンはこのグローアップ、これをチームスローガンに戦っていきますので、ぜひ皆さん応援の方よろしくお願いいたします。さあそれではですね、ここからはがっつり選手とのトーク企画でお届けしていきたいと思います。まずはですね、 SC 相模原今からですね外国人を含む10人の選手が加入したということで、新加入選手以外は前の席に移動してください。新加入選手はそのままステージに残ってください。ここから俺着替えるのかな。そうか、はい、ということでね、ここもお客さんは見てくれますからね、サポーターの人は見てますので、笑顔で階段を降りていきましょう。笑顔でですよね、そうですね、笑顔でもう一列目を使っていいですからね。今日はね、いい感じですよ、こうどん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 入ってきていただいていいのでね。今日はトーク企画ということで、いろいろとトーク、そのひな壇もバミってるところからもっと前に出してもいいと思いますので、
どんどんと、選手と皆さんが触れ合えるようにしていければと思います。なかなか手作りの今はですね、今日はひな壇を作っておりますので、ひな壇で皆さんに喋っていただこうかなと思っております。あ、言うの忘れてた、すいません。一番大事なことを言うの忘れてましたね。一番大事ではないですけども、本日、長岡翔選手インフルエンザのため欠席ということになっております。長岡インフルエンザ、何だよ。あ、打ち合わせの時にちゃんと僕サポーターと話しましたから、もう電話をしようという話ですので、長岡選手電話を後ほど iPhone テレフォンを、はい、していきたいと思いますので、じゃあ一番喋りそうな2人にマイクを渡してみましょうかね。さあ、ということで時刻が7時45分です、オンタイム通りスタートしていきます。それではですね、今シーズン SC 相模原に含む、改めまして外国人を含むですね、10人の選手が、新しく加入をしてくれました。この10人の選手、今日は長岡選手休んでるので一人ね、フルカツーへとあそこに座っておりますけども、今日からね、ステージ10人でお届けしていきたいと思います。じゃあですね、今マイクを持ってる人から大きな声で SC 相模原にサポーターに自己紹介をしていただければと思います。全所属チームだったりですね、はい、言っていただければと思いますので、よろしくお願いします。あ、いいですね、矢沢選手じゃなく、まずは岩選手から。控え室では僕に対して一番冷たい目線でしたよ。僕千秋に相談行きましたもん。怒ってんのかな彼っつって。怒ってないです。はい、じゃあ自己紹介お願いします。背番号2番ディフェンス丹羽隆平です。今年1年昨年以上の結果を残せるようにチーム一丸となって戦いましょう。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんどん行きましょう。続いて、はい、背番号8番矢沢です。でポジションは MF です。で今シーズンは、釜際を見てください。よろしくお願いします。なんで山川選手の時みんなこうやって笑う失笑がこぼれたんでしょう。どんどん行きましょう。背番号7番北井勇気です。ポジションはミッドフィルダーです。で今年1年チームのために必死に頑張ります。よろしくお願いします。おはよう。はじめまして。チキンヨです。お願いします。お願いします。すごいな。はい、続いていきましょう。こんばんは。マイクの持ち方よ。小指立ってるよ。背番号19番、大津陽生です。今シーズンの目標は2人になることです。よろしくお願いします。なるほどね。こんばんは。背番号26番の加納蓮です。ポジションはディフェンスです。少しでもチームに貢献できるように1年間頑張ります。応援よろしくお願いします。こんばんは。背番号26番ディフェンス。22番ですか。背番号22番古川マストです。嘘やろ。チームの勝利に貢献できるよう一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。若いでしょ。大卒。皆さんこんばんは。背番号16番決めますので、ティムに貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。おー、そうやって長いですね。はい、
こんばんは。川口義勝です。俺何も言ってねえって言ってるよ。背番号29番ゴールキーパー田中裕です。今シーズンは試合に出て勝利に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。じゃあマイクを先輩2人に渡そうかね。じゃあちょっと2人が前に出ましょうよ。2人が前に出るね。ダラダラ出てくるな。丹羽選手ダラダラ出てきたな今。どうですか、全所属が丹羽選手は鹿児島ですよね、はい、だから相模原を見てましたよね。見てました。どんなイメージですか。自由でした。自由ですか。どういうこと。それは何、しょぼかったってことを言われてる。どういうことですか。ちょっと思いました。ちょっと思った。おい、そんなこと思われてたの。本当に、雰囲気はどうでしたか。そのスタジアムの雰囲気とか。あ、僕、相模原の時は累積で来れなかったです。あ、下がったんですけど、出身なんで。あ、残念ながら出身なんで来たかったけれども来れなかった。来れなかった。なるほどね。じゃあでも、出身でこう帰ってきて相模原入りが決まった時、どうですか。やっぱ嬉しいもんですか。嬉しかったです、はい。おー、ちょっとやっぱ神奈川県出身なんで、まあ、他のクラブには負けたくないなっていうのは。なるほど。 J1J2 チームあるので、うそこには負けたくないなっていうのが強いです。なるほどね。どうも、でも地元に帰ってきてもらったんでね、ますますご当地プレイヤーとして活躍してほしいんですけど、矢沢選手は町田にいた頃は相模原の印象はどうだったんですか。印象ですか。半分しゃべってます。緑だな。うちの今のサポーターじゃない前のサポーターはやたら町田に対していろんなこと書いてたりしたから、やってたよね。結構過激にやってたよね。町田に対してやたらやってるけど、まあ上のカテゴリー行っちゃってるけど。もう相模原が決まっていかがですか。そうですね、やっぱ早くライセンスとかを取って、もっと選手がいい環境でできるようにやっていきたいと思ってます。おお、なんか今聞いてたら今の環境が不服みたいなっていうことではない。いや、いろんな環境ありますから、はい、いろんな環境が、はい。ということでね、ここにお花をつけていらっしゃるライリーの方々、皆さんよろしくお願いいたします。ね、はい、皆さんが頑張っていただいてね、ライセンスが取れるようにまたお力を貸していただければなと思います。すみません、今台本に書いてあること読んだので、怒らないようにライリーの方よろしくお願いします。あれ、どうなんですか、この2人は仲いいんですか。さっき結構近いところでお弁当を食べてましたけども、ここの2人の関係性は。いや、試合で当たったぐらいですね。ほう、はい、どうですか。あ、丹羽選手、仲いい選手は誰かいるんですか。まあ、ゴールキーパーコーチの渡辺は同期で、はい、ユースの時にして。あ、同期でユースの時にやってて、はい、おう、まあ、ユース工藤優生選手も、はい、おう、じゃあもう、え、あと、もそうです。あ、尾崎選手も、おう、なるほど。じゃあまあ知ってる人がいるのでやりやすいということですね。あの、ちょっとじゃあ渡辺コーチ上がってきてもらって、どんな選手かだけ、ね、チャキチャキ上がってきてもらっていいですか。どんな、いつから知ってんの、じゃあ三輪選手のこと。ですね、中1からです、ね、中1から知ってる、はい。おお、どんな選手ですか。ちょっともうサポーターにちょっと紹介してください。そうですね、昔から悪いやつですね。昔から悪いやつ、はい、どう悪いですか。砂尾が一番知ってると思うんですよ、ね、砂尾が一番知ってる、はい、砂尾が一番知ってる。でも今の砂尾の座り方の方がもっと悪いよ。そうです、ね、すいません。貴乃花親方みたいな。確かにそうですよね。いやでも、はい、そのもうサッカーに対してはもうすごい情熱を持って昔から。なるほど。負けず嫌いで一緒やん、ほんなら。そうですね、全く一緒のタイプや、はい、じゃあこれあれですね、サポーターに愛されるタイプの選手、はい、もう気持ちが前に出るタイプの選手だということなんでね、はい、サポーターに愛されるタイプの選手、はい、ぜひ応援していただければと思います。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。矢沢選手は知ってる選手は。あ、キックとか、はい、キコガ選手、チアキとか、おサムエル。あ、え、キックとサムエル、サムエル知らないでしょ。
ですよ。あ、間違えました。サンベル知らない。サンベルびっくりしてますよ、サンベル。あれー、俺日本ってまだ2年目やろ、君。キクとか千秋とか、あとはそれぐらいですね。おお、なるほど。結構チームの雰囲気どうですか、2人。いや、結構とてもいいですね。とてもいい。若いその結構吉川さんとかもいじっちゃうんで。お、そうだよね。今、川口選手もいじってたぐらいですもんね。ね、ということで。じゃあちょっとお二人から、この新入団いじったらおもろいよっていう二人選んでもらっていいですか。誰と誰ですか。矢沢選手、誰いじりましょう。やっぱまず、よせ。大津選手。今年なんか、ゴールパフォーマンス決めてやる。ゴールパフォーマンス。ゴールパフォーマンス決めてる。じゃあ、丹羽選手、一人誰か前に出しましょうか。10代で。え、誰？10代選手。じゃあ、二人前に来て。お、自己紹介。じゃあ、全チーム所属をちょっと喋って、どこから来たか、もっと前に出て。大津君、どこから来たんですか。大分トリニータから来ました。大分トリニータから来ました。何歳ですか。今年23歳です。23歳。そして、29番、田中雄大選手は、はい、どこから。東院横浜大学。東院横浜大学から来た、はい、まだ高校、大学出たて、はい、なのに川口選手いじった。なかなかやね。なかなかのことしてくるね。見てた人やろ、テレビで、はい、一緒にやってみたらどんな印象。天然です。天然。今横からものすごい大きな声でお前に言われたくないんだよという声が届いておりますけれども。なるほど。じゃあ先に大津選手、パフォーマンス決まってる。そうですね、はい。よし、じゃあ皆さん見ましょうか。シュートシーンから行きましょうか。行っていいよ。トラップします。絶妙なトラップします。絶妙なトラップします。今見ます。ちょっと寄ってるな。右。いや、本当に皆さん絶対 SNS だけじゃダメですよ、彼のために。なるほど、いいですね。ちょっと流行りが過ぎたニャンコスターをここで持ってくる。なるほどね。さあ、気を取り直して喋りましょう。どうですか、相模原の雰囲気は。大分の時にも、で、相模原の雰囲気は感じたことは。その時来た、去年は別違いでした。別違いでした。来れなかった。じゃあ、出身はどちらですか。大阪です。大阪。あ、関西人でこんな綺麗に滑ってくれたんですね。なるほど。ね、はい、ちょっと相模原の雰囲気はいかがですか。もうみんな優しくて、すぐ溶け込めました。すぐ溶け込めた。特に可愛がってもらってる先輩は誰ですか。僕の兄弟なんですけど。お、兄弟。はい、徳永雄大君がもうすごい可愛がってくれます。お、徳永選手、お前は弟や言うて。お、もうお前弟やって、はい、徳永選手が言うの。そうですね、はい。お前弟や言うて、はい、もう常に。どんな可愛がられ方してる。そんな可愛がられ方、大して可愛がられてご飯連れてってくれたりとか。いや、もう普通にもう行こうやって、いろいろどっか行こうや、コンビニ行こうやとか、もう常に言ってくれる。コンビニかよ。なるほどね、という感じで。なるほど。はい、じゃあそして29番は田中選手、はい、どうですか、可愛がってもらった先輩は。みんな、なんですかね、気遣ってくれて結構いじってくれるんですけど、もうそこにやっぱり吉勝さんがキャンプでも同部屋だったんで、もうすごいです、可愛がってくれます。お、キャンプでも同部屋、はい、吉勝さんから学んだことってありますか。いや、もうほとんどです。お、これからもっと真似ていきたいと思います。お、はい、なるほど。じゃあちょっと最後に、俺たちのここを見てほしい、プレーのここを見てほしいって一言ずつ。はい、まあ、僕は長身なんで、ポストプレーと、得点の部分を見てほしいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田中選手と
そうですね、自分はそういう上手いタイプとかっていうタイプではないので、気持ちを前面に出すプレーで、チームに貢献して。